古今帝神松は、落語協会に所属する、落語家。本名、深山圭介。千葉県柏市出身。千葉県立阿美子高等学校を経て、法政大学文学部哲学科卒業。落語家になる前は、日比谷図書館で師匠を目指して働いていた。2009年4月に六代目古今帝神橋に入門、11月に前座となる。前座名は、京介。 2014年6月11日に、柳屋花米、春風亭浅之助、古今亭じめとともに煮詰め昇進し、心座新松と改名。師匠、心座新橋の新社をぶつけたことがある。心座新松の名は、兄弟子の古今亭朝太子改め古今亭神日の名乗り案だったが、心座新日本人が断った。前座時代より、地域寄せ、 井の頭で落語会にレギュラー出演。二つ目に昇進してからは、勉強会を開始。各月開催で古典持ちネタ5年で百席を目指す、古今帝新松落語会を軸に、同期4人で、切磋琢磨の、同期の姫事や、林や七子との二人会、松子会などを開催。昨今のコロナ禍で、古今帝一門の先輩一名をゲストに迎えて、お送りする、テレワーク落語。 古今帝を知ってもらおうを古今帝はじめと配信中。ありがとうございます。